はい、やっていきたいと思います。ウィンビディア王国の町に行くということで、この下に降りるのかな、恐ろしいな。まあまあまあ、でもこの高さなら全然ね。うん、あー、やらかしたー。あれ、あそこ前行けなかったよな。行けるようになったな、やったぜ。どれどれ、確か前来た時にあそこ岩が落ちてたと、落石で道が通れなかったと思うんだが、誰がどけてくれたんだ。どれどれ、よし、ここから行くんだな。ブライドスイッチ。うわー、到着。やりましたね。うわー、 PV でこれ見たことあるぜ。これいいね、こういうところ。ここだよ、ザトールだな、ワンでいうところの。天の聖杯の噂、ほんまもんみたいやな。え、謎の関西弁。誰だ。ガキのくせに一丁前にしよってからに、ボンには荷が重いわ。中二病。わいが天の聖杯のドライバーになったるさかい、その娘今すぐ私や。え、何、バンダムさん、またあの下りやるの。下り、俺はあんなやつ知らんぞ。本当はわーって驚くべきなんだろうけど、BGM が誰、まあ誰だろう。お前のことを知らんやと。ほんどれ、どこのドライバーや。ワイの名はシーク・ビー・アルティメット・ゲン。曲と書いてアルティメットと読む、アルスト最強のドライバーや。ワイのブレード最下月剣、自伝三式号のサビになりたいんやったら、かかってこんかい。彼は中二病という病気に侵されているようだ。いや、いい、そりゃ相手にしないわな。ちょちょ、ほんどれ、ちょっと待って。なんだよ、めんどくさいやつだね。お前ら、お前ら3人をなめとんのか。3人、3人って2人じゃん、あと1人はグダグダやな。気持ちはわかるよ。わいらのアイドル、この亀吉が見えへんのか。あれ、あれ、亀吉、亀吉、どこ行った？亀吉！あ、かわいい。どうしたの？こんなところに君一人で。亀吉！何勝手に触っとんの？よかったね、踏まれるところだったよ。小村ごと連れてけばいいのに、なんでわざわざ亀だけ持ってったんだ。本当だ。さあ、バカなんだろ。さらうチャンスだったのにね。まあええわ、とにかくそいつはワイのもんや。嫌やったら実力でこのワイを倒してみや。いや、お前のものじゃねえだろ。うわ、こいつマジモンだ。え、やるの？よし、やってやる。なんかよく分かってないんだが、とりあえずやるか。ソードバッシュで使った。あー、でも兵糖を集めるトラ連れてくればよかったかな。だな、地属性が弱点っぽいからやらかしたかもしんないな。よし、ハイブレイブサンダー、やめてやめて。
どんどん使おう。あー、水属性ミアがたまる感じしないな。落ち着いてドライバーコンボ決めた方がいいな。こちらが盾役になってんな今のところ。あ、よし、アンカーショットダウン。オッケーオッケー、ナイスライジング。このパーティー意外とグライドコンボを3段階っていうかライジングまで決められるな。よしダウン、いけ、ライジングエッジ。よし、どうすってね。あ、ノックバック食らった。あ、ミスった、ごめんなさい。で、火属性と水属性、普通に。本当に決める。ダイヤモンドダストまで決まるかな。おお、めっちゃかっこいい。こいつもそっくり。あー、マジか。ミアがちょっときついぞ。ちょっと回復してね。この調子あとホムラーに変えた方が安定かな。ホムラーに変えた方がいいの。あ、ガンダムが。あざす。あー、まずいな。そう、トラをパー戦闘パーティーに入れときゃよかったな。ペイトがね、ミアの方に行ってるから。アンカーショット、あとチョンに倒せるかな。必殺技決めよう。よし、オッケー。結構ギリギリだったな。なかなかやりよるな。けどな、ワイの究極アルティメット技を見たら、その薄ら笑いも凍りつくで。どんな技？笑ってないし、っていうか究極とアルティメット被ってるし。ああ。行くで。ほう、口先だけじゃないらしいな。アルティメットライジングスラッシュや。あれ？あ。あ、自業自得だな。何だったんだあいつら。さあ、バカなんだろう。稀に見るな。行こう行こう、時間がもったいないよ。ですね。なんか時間を無駄にした感じ半端ねえな。パーティー編成考えよう。さっきの試合でやっぱトラは必要だなっていうのはようやくよく分かった。ただ回復役を外すのはちょっと嫌だな。操作キャラをレッ、操作キャラをなんだろうな、パーティーレックス、パーティーメンバー、違うな、戦闘メンバーにレックスを入れる必要性がなくなってきたかな。ファイター枠はもうワンダムで十分なような気がするしな。
ワンダムそう、スタメン落ち、悲しいな。まあ、いろんなキャラ使っていこう。アーツポイント、ツインサイズ。あ、まだ全然溜まってない。もうすでにレベルも高いんだよな、アーツの。マッスルスラッシャーヒットポイントが少ないとき。まあでも、崩しで、トラはなんだっけ、ダウン状態にするはずだ。バンバンブーストか。トラ本当にラインだな、ワンの。基本的にニアでそのブレイク状態にして、で、トラのバンバンブーストで、ダウン状態で、自分が使うバンダムでライジングにすればいいかな。相手が、敵がダウン状態になったら積極的にライジング狙っていこう。そんな感じで。複数の相手と戦うことになるかな。やっぱりさあ崩せ。ダウンはできないか。続くて来た。ライジン。オッケー。いい感じ。来た。ファイナルジェスター。ああ、ダメか。でもいい感じにいいダメージが。終わった。花、トリル。これからも頼むぞ、相棒。割とガチめにあのチェインアタックの仕方忘れました。プラスボタンね。オーバーキルスタート。頼んだぞ、ニア。ニア様の出番だよ。ここで終わらせてやりましょう。アメイジング。トラ、アナ、続けてよろしく。さっこい来たもん。アメイジング。よかった。デストロイヤー。このレベルの敵で苦戦することはなくなった。これだったらトラ一人でも戦えたもん。どれどれ。割と時間かかったな。困ったな。強化していかないとダメか。でも今持ってるチップで強化できそうなやつね。オートアタックの威力が上がるやつないんだよな。もうなんか強化しきってる感じあるしな。わあ、ジークどこに落ちたんだ。どれどれ。草花は心を癒してくれますね。
ワンダムアタッカーとして育てていった方がいいのかな。おめでとうございます。トラみたいにヘイトを集めて守りに徹するみたいな戦い方はどうかと思うの。ヒットポイントが残り少ない時はワンダムのそのなんだろうな進化を発揮する場面だと思うんだけど、その状況ってなかなか作れないんだよな。うわぁ、いいね、この紅葉。アルスの体内の中だというのに、こんな景色が。思わず、生き物の体内にいるっていうことを忘れてしまうな。よし。たまにレックスと変えていこう。何？溜めてきた。仲間呼びに来たか。そよし、立候補なさい。倒せないわけじゃない、刺せないんだけどな。ダウンなんとか決めようか。崩れない。誰か崩してくれ、誰かブレイクしてくれ。トラがやべえな。わあ、なんかすっげえおならしてきたぞこいつ。どこが日光のやつや。よし、さすがに決めたけど、あ、これ悪臭効果だと無理なのかな。悪臭効果だとブレイドのブレイドが力を加えるっていうのは難しいんじゃない。これうざいな。握手効果何気にうざいな。力を送ってくれよ。力を送る仕草すらしてくれねえ。ボルケード。あいつ、あいつ、あんまり動き回ってもいいことないんだよな。
入れ替えろ。何すんのさ。ご主人を守るですもん。味方を呼んだっぽいのか。敵を呼んだっぽいな。ネジ、ネジ。誰か助けてくれるかな。これ倒せないような気がするな。うわっ、怒り属性が。あー、ブレイドアーツ使うとき、後敵に背を向けちゃうから、特攻釣りがねやすいんだよ。誰かから狙われてるっぽいんだよ。ナイス、いや。アンカーショット使えてくるな。ナイスナイスです。ケツからいたらもん出してるぞ、あいつ。あ、ニアちゃんがやばいぞ。よし、ダウンはできない。いないっす。勝てないことはないんじゃ、これ。いけるいける。だいぶ時間かかってるけど。ホームフレンドが何件に厄介で、なんか別の誰かから狙われてるっぽいんだよな。よしよしよし。またブロー。あと悪臭効果。あんたの出番だよ。集中でどうだ。大丈夫。ダブルスピンエージ。おお、ショッケイ。空を飛んでる鳥が攻撃しがけてきたのか。でもなんか攻撃してきた感じしなかったな。何だったんだ、さっきのなんか仲間を呼ぶような行動は。よくわかんないな。いいな、ここ。あそこかな。わしが500歳若ければの。黙って見てなって。
こいつの背面どこ？ここか？バックメイン。後ろに攻撃してくるやつもいるか。なんかすごい飛んできたね。跳ねたんだけどあいつ。なかなか寝心地が良いの。戦ってる時に振り落とされても文句言うなよ。コンボフィニッシュ、ドライバーツコンボフィニッシュ。そうなのかな。タッ、すぐに気づかれるからこいつは。兄貴、よろしく頼むも。そうだ、バッシュ。チームタック、レディ。お手並み拝見じゃな。止めてみます。見せてやろう。トキハのレベル4の必殺技見たいんだけどな。またよし、お願い、エクスプロージョン。いい感じに連携決めたな。初めてあのホムラのカットイン見た気がするな。上矢印が出てるってことは、まあ上の階だろうけど。こっから見上げる景色もまたいいね。見つけた。おめでとうございます。ローネの大木。進行ルートとしてはこっちがあってんのか。水門か、あれダムか。塞がれた水門。なんかいるぞ。でもレベルは低い。まあ大体同じぐらいか。この水門開けたらどうなんだろうな。ああ、下のやつが採取しやすくなるってことか。そこまで行ける道がどっかにあればいいんだけどね。ここにはないのか。一旦落ちてみるのは悪いか。下水だしダメージは受けない。オッケーオッケー。ここじゃないと上がれないのか。よし、やってやる。オメガエレキ、オメガエキスプロージョン使いたかったけど。どんなピンチにも閃光のごとく駆けつけるんですもん。よっと、何が出るかなと。いけね、先手を取られた。いいね、
普通の 水の上を泳いでっていいのか。いけね、先手を取られた。気のせいか。